ね、この今治港100周年のイベントで臨時便として普段はあのこの来島海峡協力艦長船というのは大島の下波港から出て下波港へと戻ってくる船なんですが、今日はちょっと特別に今治港から出港いたしまして、一度下波港に着岸いたしまして、またねこの今治港へと戻ってくるちょっと臨時便今日は運航させていただいております。360度のこの景色も眺めていただければと思います。日本航空客室乗務員で JAL ふるさと応援隊愛媛県担当の阿部と申します。ありがとうございます。ジャパンエアラインです。Our captain is Takahashi. Professional guide is Ochi. My name is Abe. A member of JAL's ふるさと Cheering Teams 愛媛. Please enjoy the beautiful view of 島並み. Thank you. さあ、今日はですね、この来島海峡大橋、橋の真下もね、ちょっと何度かくぐってまいります。なかなか船の中からでないとあまり見ることもできない、この橋の真下の風景も今日はお楽しみいただければと思います。一番最初にくぐります橋、来島海峡第一大橋でございます。長さは960メートルです。この橋なんですが、作る場にかかったお金が3300億円でございます。しまなみ海道を全部作るのにかかったのが7500億円、ですので半分近いお金がこの橋に使われているということになります。25メートルプール、なんと600杯分の、ね、コンクリートがこれに使われているんだそうです。大きな塊でございます。そしてこの右手の方、島の切れ端からね、ちょっと2番目の吊り橋も眺めていただける景色です。でもちょうど船もね、通ってきましたね。セメント運ぶ船ですかね。そんな島からの切れ端のところで2番目の吊り橋も見れます。ちょっと眩しいでしょうかね。西日がちょっとね、強いですね。今度、右手の方に見えてまいります島が虫島と言います。武士の部に心立つと書きまして虫島です。こちら村上頼藤という人物が虫城でのお城を築いておりました。まあ、今はお城ございませんが、まあ、当時の古い戸などが、ね、残されているところになります。で、前の方のちょっとこう出っ張った岩のところですね、ちょっと岩が平らになっているところがありまして、なんか人が一人通れそうなんですね。通路のような感じになっているところが武者走りと言います。ちょうど右手のところに見えてまいりました。岩が平らになっているところ、ただこの正面の島がけなし島と言います。さあ、昔は敵の船をね、この入り江の方におびき寄せてきまして、この3つの島から矢を放って敵の船倒していたと言われています。隠していて敵の船が来た時にあそこからわーって、ね、襲ってきたそうでございます。そんなものがこの来島海峡環状線もね、出港しております。道の駅吉海いきいき館でございます。海鮮バーベキューとかもね、できるところになります。また機会がございましたら、このね、また駅館の方にもお越しいただければと思いますが、この右手の島が大島、人口約6000名ほどの島になります。
ところでもあります。大島石、東京の国会議事堂や大阪の心斎橋、島根県出雲大社の大鳥居などにも、実はこの、大島石が使われております。この右手に見えてまいります島が対馬、一時期やレモンなどが取れます。この対馬の後ろ手が大三島になっています。大山積み神社がございます。大三島、ですので、この今ね、右手前は愛媛県の島々なんですが、ちょっと見えてまいります右手、船の向こう側の奥の方は広島県の、島々が見えてまいります。こういう佐藤美も楽しんでいただけるところになりますね。ちょっと揺れますのでね、ごめんなさい。はい、やっていきます。ハイパーエコっていうね、かわいい名前です。初めて通りました。尾道市の船でございます。さあ、また左手の方からもね、船が来ております。結構等間隔で大きい船通ってるの分かりますでしょうか。実はですね、こういう大きな船は通る航路がね、決められているところなんです。普通の船舶は同じところで右側通行で渡ります。ただこの来島海峡を渡るときは、今このね、橋の真ん中にありますこの左手の島、馬島と言うんですけれども、でこの馬島の左右、これどちらかを通らなければいけない一方通行制が定められておりまして、この方法を順中逆性方法と言うんです。今通ってきましたこのね、大日本橋の下、これ中水道といいまして、潮の流れに乗って進む航路になります。今潮の流れは先ほどの船と同じで、九州方面に今皆様の右手も九州方面に流れています。ただ今じゃあ関西関東方面の船がどこを通るかといいますと、馬島の右側です。第三大橋の下、西水道というところを通っていきます。でこのように通る航路が決められております。順中逆性航法なんですが、来島海峡は潮の流れの速いところです。最大の大きい大潮の時には10ノットの、潮の速さが流れます。これは鳴門海峡や関門海峡にも並ぶ潮の速さになるんですが、たくさんの島が浮かんでおります。海の難所とも言われておりますので、実はああいう大きな船だけは通る航路を決めてるんです。普通の船舶はね、同じところを右側通行でね、基本渡っていきます。今日は釣り船も出ていたり、あとはブルーインパルスね、見るためにね、この海の暴走とかもね、何隻かかした、ジェットスキーの人たちがね、なんか6地帯うわーってこう行ってましたけどね、人たちは結構いろんなところ通りますが、ああいう大きな船だけは通る航路が決められている順中逆性航法でございます。大島側から第1、第2、第3と、これ世界で初めての三連吊り橋になってるんです、ね、ぜひこの橋の姿もね、ちょっと思い出に持って帰っていただければ光栄でございます。ぜひ皆さん、JAL の機内からこの景色を眺めていただければと思います。ちょっと阿部さん言いにくいところ、私がちょっと代わりに言っております。右手にも島が見えてまいりました。お島と言います。小さい島と書きましてお島です。周囲3キロほどの島になります。こちら日露戦争前にロシア軍が日本に攻めてくるということで、要塞なども、作られております。その当時は大小12門の、大砲なども、設置されていたんです。結局この大島では使われなかった大砲と、そして要塞になります。坂の上の雲という NHK のドラマになりましたが、実はこの、ゆかりの地としても脚光を浴びているところでございまして、でこの大島、その大砲で実際に使われた、実物大の大きさのレプリカの大砲がこの大島にも、設置されているんです。28センチ榴弾砲と言います。なってくるとね、この辺りの渦潮がくるくる回るぐらいなんで、それだけ
昔は木の舟で手で漕いで行っておりましたので、なかなかこの来る島へたどり着かなかったとも言われております。していただければと思います。では突然ですがクイズ大会を始めさせていただきます。先ほどご案内もあったと思うんですけれども、こちらのですね塔っていうんですかね、この橋桁なんですかね、が海面から頂上までは何メートルでしょうかというクイズを出したいと思います。3択でいきますね。1番175メートル、2番184メートル、3番191メートル。ちょっと微妙な数字にさせていただいてますので難しいかなと思うので、ぜひヒントをいただけますでしょうか。そうですね、さっきも、ね、言いましたが、この橋桁が、ね、65メートルで65メートル。ちょっとこれもヒントも微妙ですけれども、ね、2番のことです。はい、2番の184メートルでございます。おめでとうございます。2番の方、3名の方に差し上げたいと思います。はい、船長お願いできますでしょうか。今日お願いしますね。いいですか。最初はグーはなしですよ。最初はグーはなくて直接じゃんけんポンでいきますのでね、はい、頑張ってください。ではじゃんけんポン。あ、以外の方でね、あ、そしてちょっとね、こうなんかここだけ川のように流れてるの分かりますでしょうか。この北流の時間の給流ポイントでございます。師匠はね、皆様の左で後方のようにぐーっとね向こうへと流れていってます。さあ、ここで白波の、ね、こう洗濯機がねくるーっと回ると渦潮になります。さあ、ちょっとまだ師匠が、さあ、緩いでしょうか。まだこれからね師匠が速くなってくるお時間です。ですので、ちょっと渦潮が回りにくいかもしれませんが、
洗濯機がね、くるーっと回ってくると渦潮になります。結構ね、時計回りに白波がね、回ろうとするんです。そこ、川のようにぼーっと後ろと流れてたんで分かれちゃってます。もう撮っていただいて大丈夫でしょ、撮っていただいても大丈夫。ちょっと今、左手のホテル見えてますね。後ろとぐーっと、ね、今、船も流されてる感じですね。川のようにぐーっと流されてます。そして、ちょっと回ろうとすると渦潮なんですが、ちょっと波がちょっとあるのと、はい、ちょっとまだね、潮は緩いので、ちょっと分かりづらいかもしれません。でね、潮と潮の、ね、流れがぶつかって、ここに島があるので渦潮ができるんですが、ちょっと本当にちっちゃい渦潮はね、何個か回ってます。時計回りに白い波がね、こう回ろうとするんですね。ちょっと皆さんもですいません、ちょっとお探しいただければちょっと分かりづらいですかね。さあ、そしてちょっとね、海がね、平らになってるところ、岩場の近くは特にそうですが、海が平らになってるところは実はあれはね、湧き潮っていう潮なんですね。海が鏡のように平らな滑らかな感じになるところがあります。よく見ると海が、ね、盛り上がってくるんですね。さあ、そこが、湧き潮。今ちょっと左手前かたりに時計回りに回ってる感じ分かりますかね。あれ回ってるんですよ、横、真横、後ろへと行きます。ちょっとね、なかなかちょっと難しいですね。ちょっと、はい、波も立ってきましたので、ちょっと綺麗に絵になりにくいですが、ちょっと、はい、渦潮はちょっと分かりづらいですかね。ちょっとこの今左手真っ平らな海になっている感じ分かりますかね。これが、湧き潮です。海が盛り上がってくるんですね。渦潮はこの湧き潮の境目のところでね、くるくると回ってくるんですけどもね。さて、この手前の方にも下からふわっとか波紋のように上がってきた感じ、湧き潮分かりますよね。この辺りね、地形が低いところ、高いところがたくさんあるので、こういう湧き潮がね、起きてくるんです。波がちょっとこう下から盛り上がってきた感じ、潮が入ってね、これがボコボコとね、本当に盛り上がってきますが、ちょっと今の時間が潮が緩い、まだお時間でございますので、大きめの渦潮ね、湧き潮ちょっと見ることができません。で、これだけ川でこう流れてる感じは分かりいただけますかね。さすがにここね、泳ぎませんよ。急流になりますね。左手の黄色と青のあの船が赤、青ですね。ちょっと下が赤ですから、にぎやかな船ですね。黄色、青、赤の船ですが、マツダの、はい、自動車を運んでいる船なんですよ。あそこのね、煙突の下のところにマツダ書いてますね。今治の良さ、今治のたくさんいいところとか楽しみいただけましたでしょうか。また、この島の上の船で、今度はもっと潮もいい時にこのいらっしゃいましたら、大きな船とかも楽しめると思います。また飛行機では日本航空にぜひお乗りいただいて、また機内でお目にかかりますかとお待ちしております。本日のご乗船、誠にありがとうございました。